同級。掛布正行の同級。2024年、今日は4月の8日、月曜日なんですが、報知新聞の島尾君と先週の1週間6連戦振り返りたいと思います。島尾さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。岡田監督が一番意識していた6連戦の戦い方が、先週の火曜日からスタートして、まあ、その初戦に村上を持っていったと。で、僕も解説させてもらったんですが、スピードは村上あったでしょう。そうですね、まあ、球自体は去年とあんまり変わってないんだよね。僕もラジオで解説させてもらってて、1球目のね、渡来選手に投げたストレートが152、3キロでしたのよ。153だったかな。あ、ストレートはいい、キレとスピードで1球目投げたなと思ったんだけども、コントロールが去年に比べるとちょっとアバウトなとこない？ちょっと先頭打者にフォアボールっていうのは、去年までにはなかった。なかったことでしょ、それと村上の立ち上がりっていうのはほとんど失点されてないんだよね。去年は全試合無失点。無失点でいってんだよね、はい、それで一つのフォアボールがきっかけとなり、まあ、4点取られるわけだけども、その4点取られる一つの大きなポイントは佐藤のエラーだと思うんだよね、はい、あれもしも佐藤が普通に取っていればダブルプレーで終わりだよ。そうですね。だからそうなった時に村上がその後どうやってゲームの中で微調整して、うん、僕は立て直していくのを楽しみにしてたんだけど、あそこで4点取られてしまうと、まあ、村上も力みも入ってくるし、去年までの村上の精密機械のような低めの両サイドの投げ分けみたいな村上ではなかったよね。だ、そういう意味では次回のね、はい、火曜日の村上の登板が、村上がもしもその状態が上がらないようなことがあると門別の状態って結構いいでしょう。そうですね、はい、だから岡田監督がキャンプの時に言っていた6人のローテーションのメンバーは最初は決めますと。ただそのメンバーの中で1人でも状態が悪い選手が出てくれば門別のその準備はしておきますって言ってるけども、これはもうこの間ファームで先発させるでしょ、門別を。これは岡田監督の言うもう先発ローテーション6人のそういう中での準備が入ってるってことだよね。それと2戦目はね、伊藤将司ですよ。立ち上がり僕もそんな良くなかったと思うの。1回2回と1点ずつ、うん、でスピードもね、本来伊藤将司のようなボールのキレっていうのを感じられなかったんだけど、僕彼のすごいところっていうのは、バッターとの駆け引きの中で、これキャッチャーにも言えることなんだと思うんだけど、バッターの打ち気がないと分かった時にね、平気でど真ん中でストライクを取りに行く。これは経験が投げさせるボールなのか分からないけども、それである程度ピッチャー有利なカウントになってから両サイドに割れる。だから真ん中から両サイドに広がっていくようなストライクを攻められるんだよな、はい、1戦目の村上ってもう両サイド両サイドで真ん中のゾーン使い切れるような余裕もなかったんだよね、はいはい、だから伊藤将司の洞察力というか、バッターのその気配っていうのかな、それに対するそのワンストライクツーストライク目のこの取り方に、やっぱり伊藤将司の経験がさせる、うん、そういうカウントを整える配球だと思うんだけども、これ見事に立て直してゲームを作りましたよね。7回まで投げて結局72球で終わってますね。そう。で、確かに横浜のその仕掛けも早かったってことあるんだけども、横浜の仕掛けの早いっていうのはね、はい、一番の渡来選手はちょっと仕掛け早すぎるね。そうですね。初球からフルスイングする。まあこれはいいことだと思うんだけど、ゲームの流れだとか、そう考えた時に、もうちょっと待たなきゃいけない、そういう状況判断をこれから渡来選手ができるようになってくると、はい、本当そのセリーグを代表する一番バッターに成長していくのかなと。でもとても楽しみな新人が入ったなっていうのは、感じました、はい、で3戦目の、はい、これ西はね、はい、
オープン戦の僕最終登板の時見てるんだけども、はい、一番6人の先発ローテーションの中で僕はまともな感じがしたんですよ、はいはい、でゲームも作ることができる西は西だったなという初登板だったと思うんだよね。ピンチはありながらも抑えてましたから、ね、うん、だからこれ西はね、はい、6番目の木曜日に登板してるわけじゃない、はい、これすごい覚悟を持った登板だったと思うの、はい、もしもその登板で西がダメであれば7番目の門別をそこに入れるという岡田監督頭があったと思うんで、西自身初めてじゃないの、6番目の回そうかもわからない、投げるのなんて、だからすごい覚悟を持って投げて、あれだけのゲームを作る、あ、負けはしましたけどもゲームは作れましたから、次の登板のチャンスも当然掴む、そういうピッチングができたと思うんだよね。で火曜日からのまず3連戦、はい、1勝2敗で負け越すわけです、はい、これは岡田監督大きな誤算だと思うんだよね、はい、で特に京セラドームっていうのは、はい、岡田監督があまり負けてない球場での、はい、しかも相手は横浜で、はい、1勝2敗で6連戦スタートしたっていうのは、次の神宮でのヤクルト戦、はい、結構厳しい戦いになるんじゃないかなと、はい、何の定その青柳ですよ、はい、2回目の登板です、はい、スライダーが引っかかって全く入らない、はい、でもあれだけストライクが入らないスライダーしか投げられない、はい、青柳は粘ってゲームを壊さなかったんだよね。6回まで3失点で1を投げました。投げたでしょ、はい、だからこのあたりがやっぱ経験なのかなという、うん、で結局最後は一番不調だった、はい、佐藤のホームランで決めるわけですよ、はい、だこの佐藤のホームランで決まったっていうのは僕すごく大きいと思うし、はい、佐藤自身が京セラの3戦目だったかな、塁に出たヘッドスライディングをしたりだとか、はい、その三塁線のライナーを飛びついて取ったりだとか、すごくその佐藤らしい躍動感のあるそういう守りの中でのチームの勝利に貢献するような形で野球ができたということでね、ヤクルト戦から佐藤の野球が少し変わるんじゃないかなと思って見る中、1戦目の佐藤のホームランでやっぱ決めた、これはもうすごく大きな勝ちだと思うんですよ。当然青柳にも勝敗はつかなかった、そういう部分では佐藤のホームランで救われたわけだけども、で2戦目に入って大竹ですよ、はい、大竹もそんなに悪くないでしょう。そうですね、はい、安定はして、僕大竹のねすごいところっていうのは、右バッターのインコースにきちっとそのストレートを投げ切る、はい、右バッターの懐を攻める、そういうボールを彼は投げ切れるところがね、チェンジアップというボールをうまく使えるポイントってのは、いいボールを使うためにその前に投げるボールを知ってるわ、うん、だからあそこまでのテンポもいいピッチングができるのかなと、うん、まあそういう中でまたこれ佐藤の、そうなんですよね、7回ね、はい、勝ち越しツーランはい、確かにね、ヤクルトの投手陣、リリーフ陣、出てくるリリーフ陣はかなり厳しいなという感じで僕もテレビ観戦してたんですけども、なんかようやく昨年までの阪神のその1試合の流れの中でゲームをものにする、そういう戦い方ができるようになってきたんじゃないかなと思って3戦目、これは阪神が取らなければいけないゲーム展開でしょう。去年までだったら取ってるゲームでしょう、ね、佐伯の初回にツーラン打たれ、はい、その2点で佐伯も抑える、はい、結局セ・リーグの場合は DH じゃないから、はい、リードされていれば高騰してるピッチャーでも返さざるを得ないよね、はい、で帰る、はい、でピッチャー踏ん張る、はい、その中で8回か、はい、佐藤の
そうですね、エラーであれで痛い、はい、あの3対1という、そうですね、うん、そういう意味でこの6連戦を振り返った時に、はい、佐藤で決めた2試合と、はい、佐藤で負けた2試合ですよ、はい、あと大山がですねこの試合3三振、これ前の試合も3三振なんです、ね、大山に関しては下半身の張りがうんぬんと言われているようだけども、僕はね下野さんと、はい、京セラドームで見てる時も、はい、大山自身が自分の体の状態だとか、はい、そのチームの状態、はい、ゲームの状況判断をする中で、はい、全ての打席大山は、はい、レフト方向へ長打を打とうという、はい、そういうスイング軌道というものを感じられてるんだよね、はい、もっともっと今の状態というものを自分で理解すれば、まあ、右方向へ打てないバッターじゃないわけで、はい、もうちょっと窮屈なバッティング、はい、右方向へ打つようなヒットで、はい、つなぐ4番というものを今はしなきゃいけないんじゃないかなと。そうですね。うん。これ長いシーズン考えると、当然決めるのは4番が決めるのが一番ベストだと思うんだけど、はい、今の大山の状態を考えれば、決める4番ではなくて、はい、つなぐ4番、はい、去年のフォアボール99というものをちょっと忘れてほしくないんだよね、はい、ちょっと3番もコロコロ変わる。だから去年のね岡田監督の野球からすると固定するメンバーからちょっとこれ開幕してまだ9試合でしょ、はい、9試合で打線が変わりすぎない。そうですね。特に気になったのは、はい、昨日まあ打率は悪いけども、はい、いいところで打っている森下を3番から外したでしょ。で左3枚並べました。左3枚並べたよね。だからこれが僕すごく気になって、はい、なんで森下を外したんだろうと、はい、6連戦の疲れうんぬんということは、まあ、それにしてはまだ早いでしょ。で最後代打で二塁打3連戦打ってるもんね。でこの辺りのその状況っていうのは中でしか分からない何かがあったのかもしれないけども、その辺りのその森下が開幕スタメンから外れたということも、はい、ちょっとすごく今後戦う上でね気になるところなんですよ。佐藤輝も6番に下がってますね。そうだからその6番に下がるようなそういう打順が変わることによって大山が自分で決めなきゃいけないという気持ちが強くなりすぎるがためにね、はい、ボールの見極めというものが少し早くなっていってるんじゃないかなと、はい、だからこれ序盤の戦い方っていうのは、はい、ピッチャー陣が相当踏ん張らないと厳しいと思うよ、はい、去年岡田監督は阪神の投手陣が相手のチームを3点に抑えて、はい4点取って勝つんだと、はい、これが阪神の野球なんですって言ってましたけど、今の阪神の打線を考えると先発ピッチャーは3点取られたらダメだわ、はい、先発ピッチャーは2点までだと思う、はい、今の阪神打線3点4点取るの難しいでしょ、はい、取れて3点でしょ、テルのホームランでぐらいでしょ期待できるの。そう考えるとこのある程度交流戦終わるぐらいまで5割という数字を持っていればね、後半当然勝負できると思いますけども、前半はピッチャー陣が相手の攻撃を2点に抑えられるかどうかということが大きなポイントになると思います。明日は広島ですかね。広島やって次甲子園に戻ってくるんでね。明日から広島甲子園でね。次が名古屋です。だからこれで一回りするわけだね。だから来週の6連戦終わって一回り終わってどのぐらいの数字を持って一回り終わるかというのはすごい注目したいので、また来週の月曜日もよろしくお願いいたします。はい。